はい、今回はですね、まあ、誰やねんになるのかな。サッカー通ならわかるかもしれへんけど、基本的には誰やねんかな。菅大輝、ですね、コンサドーレ札幌の。ポジションはね、本来のポジションはサイドバックなんですよ。で、コンサドーレ3バックなんでね、ウィングバックやってますけれども、たまになんか3バックの左とかやってんの、ね、その時も絶望的やね。明らかにもね、そこの適用ないんでね。まあ、ミシャはね、ちょっと謎の采配しますから、たまに。森保と同様ね。はい。まあ、彼もね、身長っていうかフィジカルやばいでしょ。171ですよ。で、98年。そうか。まあ、東京世代でね。いや、でもすごいね。171で J1 でできるってもう奇跡的なことよ。まあ、このサイズではね、さすがに海外とか難しいんでね。もう J リーグでやり続けるしかないんで。まあ、コンサドーレでね、何かしら実績を残す。もうそれしかないんでね。コンサドーレもどうなんかね、俺なんか別の動画でも、出すよってとか、この動画が配信されてる頃にはもう出すかもわかんないですけど、ミシャももう来年結果残せへんかったら、マジでクビよ、本当に。何年ね、猶予もらってるっていう話で。もう来シーズンマジで結果残さなかったら、本当にクビ。やっぱ有能な監督とは認められないね。なんぼなんでも、ね、タイトル逃しすぎでしょ、みたいな。まあ来シーズンはね、まあ小林勇気も来ますし、まあ高嶺抜けたの痛いですけど、あとキーパーもね、クソンヨも帰ってきますから。まあ、ミシノやってる361システム、まあいつまでやるのかなと思うんやけど、早く433やれよと思うんですけど、好きなんですね、361が。あれがね、もう来年ほんまブレイクしないと、もう無理よ、マジで。もう次ないからね。もうあれ以上チームは伸びていかないから。はい。っていう感じで。菅君はどこまで成長できるか。まあ、今がピークな気はするけどね。